皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。絶対やってはいけない不動産投資ということで、夢のような不労所得はごく限られた人のみで、大半はですね、借金地獄で失敗してます。ところがですね、マスコミとかテレビとか YouTube とかネットでは成功した人しか取り上げないんですよ。こんなに、初めは年収普通のサラリーマンで年収低いサラリーマンだったのに、一個ずつ買っていったら億万長者になったみたいな、あんなのは100人に1人の世界で、あとの99人はほとんど失敗してますからね、ということで、これ詳しく解説していきたいと思います。夢のような不労所得ということで、もう会社の給料も上がらないし、自分が働けなくなったらどうしようと。でも株式投資の配当ってなんかしょぼいじゃないですか。そんな時に不動産はいいですよと、資産価値もあるしね、毎月家賃収入が入ってくるしみたいな、ローン組んで10万円でもね、家賃収入20万円だったら10万毎月入ってくるんですよみたいなことで、株式投資の配当では絶対得られないようなね、なんか高い、利回りが得られるみたいになるわけじゃないですか。で、だけどですよ、大家になって毎月家賃収入で悠々自適な生活で成功してる人なんて、ごく限られた人です。大半は失敗してます。大失敗してます。だけど、大失敗した人は取り上げられないし、発信もしないんですよ。これ、どういうことで失敗してしまうかっていうと、まず、とにかく一番目は借金で投資することも、これ、絶対絶対にやってはいけないことです。いや、例えばあなたが1億円持ってて、じゃあ3000万の物件買って不動産投資するか、1億円預金しててもな、みたいな人だったらいいですよ。現金で買えるならいいです。現金で不動産投資できる人ならいいですけど、ローン組んで投資をする時点でもうダメです。もうその時点で失敗です。ローン組んでなんて今まで何もしなければ借金ないのに、まあそれこそ1000万とか3000万とか4000万とか借金抱え込むわけじゃないですか。もう借金した時点でめちゃめちゃハイリスクです。不動産投資はミドルリスク、ミドルリターンなどと言われますけれども、嘘です。借金したらハイリスクです。超ハイリスクです。絶対にやっておいて。しかも借金と言ってもですよ。例えば10万、100万ならともかく1000万単位の金を借金するわけじゃないですか。もうこんなの絶対にやってはダメです。だからやるんだったら1億円ぐらい資産持ってて3000万ぐらい不動産に投資するとか、そういう人だけです。現金で買えるだけ人じゃないと失敗します。それから失敗の理由は当然これ空き家リスクですね。空き家になったら大赤字になります。ところがですよ、これもう本当に皆さん騙されちゃうんですけれども、いや、ここの物件はめちゃめちゃ立地も良くて、スペックも良くて絶対大丈夫ですからみたいなこと言われるんですけど、不動産なんて個別性が高いんだから、その予想外の要素で物件価値が下がるリスクがめちゃめちゃ高いわけですよ。どれだけ素晴らしい物件購入した時には本当に素晴らしい物件でも、例えば自殺者が出たとか、何か事件が起きたとか、火災が起きたとか、例えば台風とか地震で何かそこが崩れちゃったとか、もう何かそういう、今までスペックはめちゃめちゃいいのに、読めない出来事が起こったら、もうあっという間に物件価値が下がります。自殺者とか事故とか事件起きたらもうゼロですよ。誰も入らないですよ。でもそんなの読めないじゃないですか。いくらスペック良くてもということで、そういうリスクを考えてない。極めてハイリスクなんですよということです。それから失敗の理由、これ当たり前の話なんですけれども、素人の目利きでは無理だということです。素人が不動産の目利きなんてできるわけないんですよ。だから回ってくるその個人投資家に勧められる不動産っていうのは売れ残り案件の可能性も高くて、不動産って本当にめちゃめちゃ難しいです。いろんな要素が絡み合ってたり、権利関係とかお金とか、まあその市場のね、いろんな流動的なこともある中、ポットでのなんか会社員が会社員の傍ら不動産をやってみたいな、そういう傍らでやれるものじゃないです。専業でやったって騙されるわけですから、素人が不動産の目利きをしようという時点で間違ってるし、素人に紹介される物件はろくでもない物件が多い可能性が高いということです。そして失敗の理由の4番目、これから住宅が余る時代です。日本は人口急減少するんですよ。どん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 減ってるんですよ。で、もう今日本には住宅が余りまくってます。空き家だらけ、どんどん増えてます。
ってことはですよ、もういっぱい住宅は余る、人口は減少する、外国人の大量移民をね、受け入れるっていうなら、まあ住宅の価値は上がる可能性はありますけれども、どんどん住宅が余って、どんどん人口が減少、減っていて、借りる人いるんですかと。よほどいい物件じゃないと借りられませんとか、家賃もどんどん下がる可能性があります。空き家リスクが大なんですよ。将来性のないところに投資してどうするんですか？しかも不動産投資って長い投資ですよね。20年とか30年とか。20年後の日本なんて人口もうめちゃめちゃ減ってるんですから、そんな時に売れるんですかとか、家賃入るんですかとか、テナントね、家の人入るんですか？入らない可能性大ですということです。で、じゃあ何をしたらいいのかということだけ言っておきます。不動産投資したいんだったら断然リートにしてください。リートにすればいいんですよ。不動産投資したければリートに投資すればいいだけで、何も個別の不動産を借金してハイリスクでたった1件の物件なんて投資しなくていいんです。リートというのは上場されている株式投資のように、まあ、ネット証券で売買できるもので、不動産に投資するものです。で、リートといいのと、いい、リートがいいところは、一つのリートに投資すれば分散投資できるわけですよ。例えば、マンションに投資するリートみたいなのに投資したら、例えばそれが10万円、一口10万円で投資しても、そのマンションに投資しているのは、例えば40件のマンションに投資してますみたいになるわけですよ。ということは、40件マンション投資してたら、どれかがダメでも、どれかが家賃収入が入ってくるということで、分散投資が効くと。それから2番目はプロの目利きですということで、皆さんの素人とは違いますと、プロがちゃんと目利きしてますよということです。それから、やっぱ3番目、これが今、少額から投資ができるということで、不動産投資するには何千万もいるわけじゃないですか。でも、リートだったら、それこそ数万円。まあ、高くても、まあ、50万円とか。まあ、安いものだと、大体、まあ、5万円とか10万円とか20万円のものを一口で買えます。10万、20万円で買えるんですよ。借金なんかしなくていいんですよ。それで分散投資ができて、プロの目利きがね、あって、配当利回りが入ってくるんですよ。だったら、バカみたいに借金してたった一軒の物件買うよりも、例えばその金を全部リートに注ぎ込んだ方がまだマシだってことです。不動産投資したいんだったら、リートが断然おすすめです。ただ、リートも、同じようにですね、当然日本の人口が急減少していて、住宅が余るという問題はありますけれども、リートのいいところは住宅だけじゃないんですよ。例えば物流施設に投資をしますとか、オフィスビルに投資しますとか、商業施設に投資しますとか、いろいろあるので、要は、ね、人口が急減少して、住宅が余っても別に住宅だけじゃないっていうところもありますし、だから不動産投資したいんだったら、リートは断然します。断然おすすめです。もう本当にリートという商品があるのに不動産投資するやつはバカです。いや、だから先ほども言うけれども、1億円とか5億円とかお金があって現金で買える人ならいいんですけど、そうじゃないでしょ、あなたたちっていうことです。あなたたちは不動産のプロですかっていうことです。不動産の売買したことあるんですかと。で、リートだったら自分が手で届かないでっかい高額な物件とかも入ってるわけですよ。断然リートがおすすめですということで、不動産投資、コロナとかですね、日本の先行きが不安とか年金不安とかで、不動産投資がよく見えちゃうんですよ。だから絶対やっちゃダメです。絶対やっちゃダメです。だからやるんだったら資産があって現金で買える人、それ以外は絶対やらない方がいいです。ほとんどなんかね、メディアとかで成功されてるとかね、YouTube とかネットで成功してる人なんてごく限られた人で、しかもその人が永遠にこの先も、うまくいくとは限らないわけですよ。今、家賃収入が入ってきたって、じゃあ例えば南海トラフの地震が起きて西日本全滅して、西日本の物件に投資してたらどうするんですか？もう終わりですよ。南海トラフは10年以内に起きる可能性が極めて高いわけですよ。富士山噴火したらどうするんですか？富士山なんて噴火するわけないって思ってる人いますけど、富士山の噴火もめちゃめちゃ可能性高いわけですよ。その辺にね、そうしたら関東とかも影響があるわけですよ。そういう時代に個別の不動産に借金して投資するなんて愚かです。ハイリスクです。いや、だから不動産に投資したいとか夢のような不労所得だったら、リートに投資すればいいということで、本当にね、メディアとかネットとかは不動産投資がさもね、バラ色のような不労所得のように煽り方をしますけど、
絶対騙されてはいけません。本当に失敗しますから。で、失敗しても、例えば株で100万損したみたいな話と、不動産で4000万損したみたいな話とでは、もうリスクがもう何十倍も違いますから、本当に不動産投資は、やめた方がいいです。本当にやめた方がいいです。やりたいんだったらリートに投資してください。その方が確実に儲けられますということで、ぜひ皆さん気をつけていただきたいなと思います。